ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、神主が半泣きになるほどヤバいものに取り憑かれたドキュンの話など4話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、神人形、少年と祖母、トントン、俺の姉ちゃんだ。どれも面白そうな話ね。ああ、なかなか興味深い話だぞ。それでは聞いていただこう。神人形。初投稿です。ちょうど3年前の話。やっぱ、夏は肝試しだろ。という私の思いつきで、友人の HM と、事故で死人が出たばかりのトンネルへ遊びに行きました。そこは、車で15分くらいの、地元でも有名な心霊スポットで、酒の入った私たちのテンションはマックスでした。ついて真っ先に目に入ったのは、花と線香とジュースとお菓子。死んだのは20代くらいの男性だったらしいです。一応、私たちも、持っていた缶チューハイとつまみを備えて、呪わんでくださいねー。なんて言いながら、道の際に車を止め、トンネルへ歩いて入っていったんです。ですが予想に反し、夜中にもかかわらず、交通量の凄まじいこと。私たちが期待していたものは、全く現れそうにありません。おいおい、こんなんで幽霊見れんのかよ。成仏しとんじゃね？つまんね。などと言いながら、また3人で車へ引き返すと、その、路駐させている車の向こうに、背の高い草に挟まれた道があるのが見えました。これは行くしかない。私たち3人は本当にバカでした。ただ単に怖いもの見たさと好奇心で、人がやっと通れるほどの細い道を進んでいったんです。で、結構歩いた先にあったのは、お約束とも思えるオンボロ廃墟。バカのテンションはマックス。これは絶対出るやろ。なんやここ？寺か？やべえ、絶対出るって。誰も止めないんで、もうやりたい放題して、廃墟の探索を追っ始めました。ですが、廃墟、とは言ったものの、私の住んでる田舎では、よく見る物置小屋で、農具とか、そういった、どこの家にでもあるようなものが置かれているだけでした。でも、窓は割れていたし、鍵もかかってなかったので、廃墟と勝手に決めつけて探索していたんです。すると、ガシャンという音がした後、M がぶっ倒れました。私も H も、冗談半分に、転んでんちゃうぞ、間抜け、やら。お前、物壊したら弁償やけんな。などとからかっていると、M が、足首つかまれた。そう、急いで起き上がって叫びました。H は、アホか、と呆れ気味に言っていましたが、どうしても幽霊の見てみたい私は、マジか？つかまれたん？どこで？などと、ひとしきり聞いた後、M の指さす方を、携帯の画面で照らしました。で、あったものも、お約束。お札の貼られたつづら。そして、間髪入れずに札を引っぺがし、中身を床へぶちまける H。これには、さすがの M もドン引きしていました。ですが、床へぶちまけられたつづらの中身、オンボロの市松人形らしきもの以外は可愛らしいもので、おはじき、ビー玉、お手玉、筆、あとはなんか、人の形に切り抜かれた紙？まあ、携帯の明かりでしか見ていませんが、かなり年季の入ったものに見えました。すると、M は、お手玉とか、もし封印されとったんが俺らんとこに出てきても、あんま怖くなさげやな。私も、今日、布団の中に出てくるのは、幼女かもな、座敷わらし的な、などと言い、そんなバカ二人で、キャッキャウフフな話をしていると、H が冷静に一言。おかしい。私も M も顔を見合わせて、はぁ？なんて言いましたが、H が言うには、他のお手玉だか人形だかはかなり古いのに、この人の形しとる紙だけ、まあ新しい。作ったばっかみたいや。そもそも、座敷わらしをこんな厳重に封印すっか？あと、この紙切れに字書いてあるけど、字じゃね？以上のことを冷静に聞き入れ、私たち3人は悲鳴を上げながら走って車まで戻りました。そんで車に乗って、電気の下で自分の腕を見てびっくり。なんと、その紙人形が貼り付いていました。急いで引き剥がしましたが、紙人形についていたであろう血が、私の腕にまでついて反狂乱状態。ですが、家に着く頃には、その血も擦りまくったせいで見えなくなってしまい、私も M もおとなしく、その日は家へ帰ることにしました。で、問題は、家へ帰った後、愛犬に吠えられまくるし、風呂に入ったら窓の向こうに人影が見えるし、え？マジで着いたの？なんて、期待半分、不安半分の状態で布団へ入り、少しうとうとし始めた時、出ました。赤い着物を着て、おかっぱ頭の前髪を可愛らしい紐で縛った色の白いお人形さんのような幼女。ではなく、くすんだ着物を着、
髪は長く真っ青な顔をしていた、ガリッガリの男。そいつが枕元で自分を見下ろしているんです。ピラー。本当にこんな感じの悲鳴が出ました。幸い金縛りにはかかっておらず、私は転がるように部屋から脱出したのですが、その日は他の家族がいなかった。怖すぎて、家にいることもできず、素足のまま外へ飛び出して、一番家の近い友人宅へ転がり込み、南無阿弥陀仏を唱えながら、一晩過ごしました。その友人からしたら、いい迷惑だったでしょうね。そして、表が明るくなると、急いで外へ飛び出し、知人が神主を務める神社へ転がり込んだんです。するとその神主さん、私を見るなり、すごく険しい顔を。ほんと朝早くからすんません。なんか、その、昨日、男が立っとって、あの時の自分は何を言っているのか、全くわからなかったと思います。ぶっちゃけ、何を言ったのか、今でも思い出せませんから。そして、私の話を黙って聞いてくれていた神主さんは、腕のあざ、どうしたの？私が落ち着くと、そう優しく聞いてくれました。あざ？そうそう、右腕の。一応確認しましたが、そんなもの、どこにもありません。なんか、右腕に変なもん触らなかった？心当たりは一発で思い浮かびました。昨日、あの紙人形は右腕に貼り付いたんです。泣きそうになりながら、昨日の肝試しのことと、つづらのお札のこと、あと、紙人形のことを説明すると、神主さんは一度深く考えた後に、神社の奥へ戻り、少し経ってからまた戻ってきました。なんか、棒の先に紙？みたいなのがついた。埃叩きのような神主ステッキを持って、私たちはこう呼んでいます。そして、私の右腕を掴んで、ペシペシしたり、呪文唱えたり、なんか酒みたいなのかけたり、しこたまやった後。無理。絶望的な言葉をぼそっと言いました。なんでも、神主さんじゃ手に負えないとか、どうやってもあざが消えないとか、私の守護霊様が消えちゃってるとか、守護霊が消えたらどうにもならないとか、そんなことをたくさん言っていたような気がします。ごめんね。神社を出るとき、神主さんの方が半泣きになりながら、最後には私に全種類のお守りを持たせてくれました。本当に申し訳ないことをしたと思いましたが、これから自分はあと何年生きられるのか切実に不安になりました。大丈夫、お守りがあったら3ヶ月は持つから。その言葉が本当に苦しかった。神社を出た後、家に帰る気も起きなくて、H の家へ行ったんです。もしかしてあいつも取り憑かれて、私と同じような奴に追っかけ回されてるんじゃ？なんて少し不安になったんで。でも、杞憂というやつでした。H。元気そうに庭の草むしりしてましたから。そこで自分の身にあったことを報告したら、H 爆笑。しまいには M も呼んで、心霊写真撮れるかどうか実験しようとか言い出す始末。その日は腹立って帰ったんですが、元は H がつづらの札破いて、中身ぶちまけたのが原因じゃないですか。私のところに化けて出てくるなんて逆恨みもいいところだ。そう怒りの方が大きくなっていって、誰もいない家へ帰ったんです。3年前は今以上にバカでしたからね。ついてるやつと怠慢張って、ねじ伏せてやろうという安直な考えで動いたんです。呪いより拳のが強いだろうと本気で思っていたんで。で、自宅で一人になってようやく気づいたんですが、本当にポルターガイストってあるんですね。冷蔵庫急に開くわ、中から牛乳倒れてきて床にぶちまけるわ、テレビが3分に1回くらい電源落ちるわ、散々でした。そしてようやく夜になって、いよいよ決戦かと自分の中で腹をくくって、風呂入って水飲みに台所行ったら、犬が壁の方へ向かってめっちゃ吠えてたんです。私、そこに奴がいると思い、急いで食塩投げたら犬が吠えるのやめちゃって、私、そこで退治した気になったんです。やべえ、食塩マジ強えやん。なんて言いつつ自分の部屋へ行って布団に入ったら、部屋の本棚が倒れました。そしたら、どんどん他のも倒れ始めて、もう怖くて、布団から出て立ち上がったら、左隣に昨日のやつが、こっち向いてぴったりと立ってたんです。身長は当時162センチの私と同じくらいでしょうか。もう悲鳴も出ませんでした。急いでまた台所まで行って、次は愛犬を抱えて、私の部屋へ放り込みました。今思えば最低な飼い主ですね。しばらく、キャンランキャンラン、犬の騒ぐ声が聞こえた後、静かになったので中を覗くと、もうそこには誰もいませんでした。あいつの弱点は犬だ。バカなりにいい点はついていたようです。その日、犬と一緒に寝ると、もう飼いには会いませんでした。そして次の日、H に車を出してもらい、M も一緒に、例の心霊スポットまでまた行きました。また適当に路中して、細道をたどって、着いた先は先日の物置小屋、と思いきや、そこは壁で行き止まりになっていました。道を間違えたかと、いろいろな場所を探しましたが、
小さいとはいえ、小屋を置くスペースなんか、どう見てもありません。何時間もさまよっていたんですが、あの日はみんな酔っていた。そう結論付けて解散となりました。私としては酔っていたじゃ済まなかったんですがね。それからも会議は幾度となく続きました。昼夜問わずあいつの姿を物陰なんかでは必ず見るし、何の前触れもなく近くのものが落ちる、視線を感じるとかはしょっちゅうでしたが、だんだんそんなことにも慣れていきました。悪霊らしく危害を加えるといったこともなかったので、しまいには容姿からホラーマンなどとあだ名をつけて呼ぶようになっていました。今ではとてもいい思い出です。今日、あるきっかけでそのことを思い出して投稿させていただきました。まだ話はあるんですが、またストックを貯めて出直してきます。ありがとうございました。少年と祖母。今年33歳になるが、もう30年近く前の俺が幼稚園に通ってた頃の話。昔はお寺さんが幼稚園を経営してるケースが多くて、俺が通ってたところもそうだった。今にして思うと、園の横は納骨堂だったし、その隣は古い墓地だった。夕方、幼稚園の遊具で遊んでいた。外には俺一人だった。室内には何人も人がいたんだと思う。でもその時は、なぜか俺一人だった。気がつくと、ジャングルジムの上に人が座っていた。男の子だった。黒の半ズボンに、黒い金ボタンの上着を着ていた。裸足だった。坊主頭で、小学生くらいだったんだろうか。すぐ自分より二つ三つ年上の子だと分かった。その子はじっと俺の方を見ていた。特に怖いとか、びっくりした記憶は残ってない。ただ、なぜか無性に寂しくなったのを覚えている。その子は黙ってジャングルジムから降りると、納骨堂の横を通って墓地の方へ歩いていった。俺はその子の後についていった。墓地といっても、縁の隣で見慣れた景色だったし、日頃、かくれんぼをして遊ぶ場所だったので、特に怖いとは思わなかった。その子を目で追ってたつもりだったが、なぜか今思い出そうとしても、その時の光景が思い出せない。だが、その時見た、苔の生えた小さな墓だけは、鮮明に脳裏に焼き付いている。古い墓地によくある巨木が夕日を遮っていたので、あたりは薄暗かった。その薄暗さを意識した瞬間、すごく怖くなって、走って園に戻った。時間にして、1、2分の出来事だったんだろうが、今思うと、すごい長い時間だったような気がしてならない。しばらくして、祖母が迎えに来てくれた。今思うと、祖母が迎えに来てくれたのは、その時が最初で最後だった。なぜかその時、祖母の顔を見た瞬間の安堵感を覚えている。そして祖母は、墓の方を物悲しい顔でしばらく見ていた後、まるまるちゃん、何も心配せんでよか。ばあちゃんがちゃんとしてやっけんね。と、俺の顔をまじまじと見ながら言った。それから、二人で手をつないで家に帰った。途中、駄菓子屋の前を通りかかった時、俺は無性に寄り道したかったが、今日はあかん、今日はあかん、早く帰らんとあかん、と祖母にたしなめられた。祖母が死んだのは、その日の深夜だった。なぜか俺には、祖母の死が記憶としてはっきり残っていない。葬儀で親戚やら知人やらが家に退去して、慌ただしかったのは覚えているが、祖母が死んだ悲しさが、今でも全く記憶から消えている。翌年、俺は小学生になった。小学校も幼稚園と道を挟んで隣接していたが、俺はその後、一切近寄らなかった。正確に言えば、近寄れなかった。意識すると頭の中に、苔にまみれたあの小さな墓が浮かぶからだ。中学2年になった時、町内のボランティアで、再び幼稚園のあるその寺を訪れることになった。墓地は整備され、古い無縁仏や墓石は撤去されて、以前の面影は残っていなかった。幼稚園も新築され、当時とは全く景色が変わっていた。寺の本堂が改築されるらしく、古い荷物やらゴミやらの掃除がボランティアの仕事だった。住職が何十年もの間寺に持ち込まれたものを整理している。その中に遺影が何十枚もあった。俺と友人はそれを外に運び出すよう言われた。黄ばんだ新聞紙に包まれた遺影の中に一枚だけ裸の遺影があった。俺はその遺影を手に取ってみた瞬間、全身の血が凍った。あの時見た少年の遺影だった。そして、その少年の背後から、その少年の首をこの世のものとは思えない形相で締めている、祖母の顔が映っていた。俺は気を失い、目が覚めた時は病院だった。父も母も、恐怖で顔が尋常ではなかった。後に、写真は住職が供養して、焼却処分したと聞いた。父が住職に聞いた話では、その少年は戦時中、土地の地主が養子に引き取った子で、かなりの冷遇を受けた後、病死したらしかった。祖母は若い頃、その地主の家で手伝いをしていたらしく、かなりその子を可愛がっていたそうだ。その少年は多分、俺を連れて行くために現れたのではないか。
また、祖母はそれをさせまいとしていて、その結果があの写真だったのだろうと、住職は言っていたそうだ。その後、すぐ引っ越したのだが、今でもそのことを思い出す。トントン。まだ10代の頃、生まれて初めて一人暮らしをした。住み始めて3、4ヶ月経った頃、夜中にトイレに行くと、玄関のドアをトントンと叩く音がした。ちゃんとインターホンもあったんだけど、気づかなかったのかな?と思い、玄関ドアの覗き穴を見ると誰もいない。その時は気のせいかなと思って、そのまま寝た。そんなことはすっかり忘れて数ヶ月、私は深夜のバイトを始めた。ある日、深夜に帰宅して玄関で靴を脱いでいると、また玄関のドアをトントンと叩く音がした。覗き穴を見てみると誰もいない。ドアを開けてみても誰もいない。少し不気味だったけど、時間も時間だったし、帰宅の音がうるさかったから、ご近所の人が消極的な抗議に出たのかなと思った。しかし、それからというもの、帰宅が深夜の時はほぼ毎日ドアをノックされた。いたずらにしても気持ち悪かったので、管理人に連絡して、アパート全体にポスティングしてもらったり、いろいろしてもらったが、ノックは止まらず。そのうちこっちも慣れてきて、ノックされるのは深夜3時半から4時の間に集中していることがわかり、ある日、どうしても犯人を突き止めたくなった私は、3時10分頃からドアの前に張り付いて、覗き穴を見続けるという暇な手段に出た。覗き始めて30分くらい経った時、トントンと音がした。覗き穴には誰も映っていない。というより、ドアから音がしない。後ろから聞こえる。開け放ったワンルームのドアを通り越して、ベランダの窓を叩かれた。私が覗き穴を覗いているのは、その時点で私しか知らない。なのに、覗き穴ではなく、ベランダのドアを叩かれた。私はその時まで、ノックは、人為的なものであるとしか考えていなかった。私はその時、初めて背中がうすら寒くなった。しかし、引っ越し費用なんて用意できない私は、その後もその部屋に住み続けた。ノックは相変わらずされる。たまに玄関に貼ってみるが、見透かすようにベランダをノックされた。ノック以外のことは何もしなかったので、怖くもなくなっていた。住み始めて2年が経った頃、うちのベランダ側のガラス戸に、車が突っ込む事故があった。うちは1階だったんだけど、前の駐車場に止めようとした車が、誤って突っ込んできたらしい。私の部屋のガラス戸はフレームごと大破。しばらくベニヤ板が打ち付けられていた。事故の時、私は家にいなかったんだけど、管理人と警察から事情を聞いて、ベニヤ板をはめる時は立ち会った。一通り終わって、部屋でビール飲みながらベニヤ板見てたら笑えてきて、ふと、トントンしてる奴は、玄関にいるのか、駐車場にいるのか、と思い、思わず、大丈夫だった?とつぶやいた。そしたら、ベニヤを、トントンと叩く音が聞こえた。時間はいつもの時間じゃない。なんか、嬉しくなってしまって。それからも、全く奴のことを嫌いになることもなく、5年ほど、その部屋にはお世話になった。一人暮らしだけど、なんとなく、奴を認識してからは、行ってきます、ただいま、っていうようになった。引っ越しする前日に、元気で、っておかしいか。達者でな、って言ったら、ちゃんと、トントンって、いつもと同じで2回、いつもより、ゆっくりノックが帰ってきた。ちょっと泣いたよ。俺の姉ちゃん。俺の姉ちゃんは、俺が厨房の時に、交通事故で死んだんだが、ある日の夜中、金縛りにかかった時、俺はビビりながらも、目だけをキョロキョロ動かして、部屋を見回してみた。すると、床から女の顔が半分だけ出ていて、俺を至近距離から見ている。勘弁してくれ、と泣きそうになっていると、ぐちゃ、とそいつの頭を誰かが踏みつけたんだ。見上げると、そこには制服姿の姉ちゃんがいて、一瞬のうちに金縛りも解けたんで、そのまま眠ってしまった。姉ちゃんありがとう。幽霊になっても、暴力的だな。そういえばこの前、姉ちゃんの友達が、ハーゲンダッツ持って、線香あげに来た。命日でもないのに、と首をかしげていると、その人は、笑いながらこんなことを言ったんだ。君の姉ちゃんね、1ヶ月前に、私の夢に出てきたよ。私の胸を指でつつきながら、ハーゲンダッツ売って。はぁ?朝起きて、姉ちゃんがつついてたところ触ったら、ちっちゃいしこりがあってね。病院に行ったら、初期の乳がんだったの。なるほど。ハーゲンダッツは、姉ちゃんへのお礼ですか。姉ちゃん、友達救うなんてすげえよ。でも、幽霊になっても、守護抜かすんだな。1話目、結局どうなったの?さあな、ついた霊を除霊できたのかどうかもわからないな。ただ、飲酒運転や廃墟への不法侵入は、絶対にダメだからな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか?1、1話目、神人形。2、2話目、少年と祖母。
3、3話目、トントン。4、4話目、俺の姉ちゃん。5、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。